ツイキャス僕も準備して始めましょうね。はい。よし、じゃあスタートします。お願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、私め珍しく今日はマスクをしておりません。なんとなんと久々にサッチーさんの素顔が見れるというね、お披露目ですね。そうですね、仮装、そうそうそう、あのアンツバさんも来ております。早速、番組の紹介をしたいと思います。はい。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .satch@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、どうしようかな。キャスの方ちょっと先に行きたいと思います。はい、お願いします。ナッティーナチコさん、スティッチサッチーと来ておりますね。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんにちワンワンキャンキャンと来ております。アンツバさん来ております。仮装、そう仮装しております。ただいま、ナッティーナチコさんが、イケキャンさんはどんな仮装と来ておりますよ。はい、僕はですねドラケンの格好をしてます。私見てびっくりしましたよ最初。ありがとうございます。あとちょっとだけ、はい、あのツイキャスの方にもご挨拶しましたね。 OK です。沖縄大好きさんも来ております。こんばんサッチー、こんばんサッチー。あ、スティッチだ。そうなんです、私スティッチの格好です。あらら、かわいいと来ておりますよ。ありがとうございます。スティッチお互いなんか違う、なんか違う、なんか違う。では一曲いきたいと思います。はい、お願いします。今日はこういう格好をしておるということなので、マイケル・ジャクソンのスリラーです。どうぞ。ツイキャスの皆さん、こんばんはということで、どう？なんか音が流れてる？流れてはいると思いますか。ちょっと音ちっちゃいんですよ最初。ああ、なるほど。そう、キャンさんすごいんですよ。ちゃんと頭もやってきました。やばい。まあでもドラケンっていうよりは。具志堅ですね。あれ沖縄ノーマンジュ会の具志堅です。7時になっておる。図工って図工ドラケン。沖縄まんじゅう、まん沖縄ノーマンジュー会、ノーマンジュー会の具志堅、はい、FEC のデコボコトラベリング、オードブル、きんぴらごぼうで、あのペイデイっていうコント
YouTube をやってるんですけど、おそれの第1回のコントに、まあ、あの沖縄のおまんじゅう会具志堅副総長として出てますんで、 あら声だけでなくキャンさんイケメンって、ありがとうございます。リックかイクーさん来てますね、嘘がって。これ慌てて買ったんですよ、だけど慌てて今日おニューなんですね。おニューです、おニューです、おニューです、嘘がって。でも僕学生時代イケメン扱いされたこと一回もないんで、ええ、年取ったらラッキーですね。ですね。年取って痩せてるだけで、イケメン扱いしてもらえる。あれなんですよ、昨日あの旦那とこの仮装のことでちょっと揉めまして。あ、そうなんですか。僕もこれから続きを作るところです。あ、後で、あの沖縄大好きさん読みましょうね。なんか沖縄大好きさんのメールが見たんですけど、さっき。え、沖縄大好きさん、これ手作りなんだね。すごいんですよ。キャンさんには先にこんな感じからのこんな感じになってます。おー、今回も頑張ってますね、すごい、すごい手作りできるのがすごい、うん、やばいな。沖縄大好きさん、そのうち本物作りそうですね。作り方を覚えて、手作りですよ。去年は第一マン、去年の第一マンと同じ感じですって。でもなんか年々クオリティが上がってる気がしますね。手作りか、 DJ 用の机を手作りしたのがラストかな、 DIY。私実はといえばハロウィンが今回初めてで。あ、そうなんですね。へえ、楽しいですよ。ダンボールと紙粘土。僕はあのハロウィンは、はいはい、幼少期は嫌いだったんですけど、あのインターナショナルスクールだったんで必ずやらないといけないんですけど。なるほど。親にメイクされて、うーん、ピエロやったんですけど、うんうんうん、僕潔癖症だったんで、はいはいはい、ずっと不機嫌でした。あ、童顔で白塗りされて、いろいろ書かれて、あの口紅もつけられて、うーん、お母の口紅に使われたってずっと泣いてました。やばいね。やばいね。でも手作りできるのがある意味すごいけどな。うん、手作りすごいですよね。うん。あ、きんぴらごぼうの大河くんが昔持ってきてたのは、あのドラクエのゴーレムとかやってましたよ、ダンボールで。おお。あれ結構クオリティ高かったです。ああ、じゃあ間もなく終わりますかね。はい。じゃあ、マイクあげます。お聞きいただいたのはマイケル・ジャクソンでスリラーでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマはハロウィンです。というのも、オンエアの翌々日、はいはい、31日にハロウィンがある、はい、ということと、あと今絶賛開催中の
ハロウィンウィークを重ねまして、はい、このタイトルにしました。タイトルというかテーマか、そうですね、テーマにしました。お、ちょっとボタンを間違えました失礼しました。早速メールが来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん。サッチー、こんばん。サッチー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、ハロウィン。収録日の時点ではまだ制作中ですが、今年のハロウィンウィークは沖縄ワンヒロインズから、龍神まぶやを選びました。おお。放送日にはすでに公開されていると思うので、その前提で話すと、我ながらいい出来です、うん、一番難しかったのはまぶやの耳の部分や、ゴール、あ、違う、ゴーグルの部分の、角などマブヤーのマスクをかぶっている僕の写真とマブヤーのマスク制作時に試してかぶった僕の写真を添付します。制作開始からここまでの、過程で作りましたということで、先ほどあの曲中にキャンさんには見せましたが、はい、クオリティやばいですね。クオリティ高いですよね。びっくりした。こんなのを作れるんだ、すごいなと思いました。手作りっていうのがまた、はい、なんともまあすごい、その沖縄大好きさんが今年のもパーツを作っているので、一つ一つ、パーツを作って色を塗れば完成数と来てますね。おお、楽しみですね。すごいすごい。もう一通、メールが来てますので紹介したいと思います。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロウィンですが、先日準備しました。それはリモートプログラム旧名古屋用の衣装になります。この衣装にテーマはないのですが、あー滑ってるなぁと言ってしまうものになってます。収録日翌日になりますが、火曜日22時をご期待いただきたいと思いますと来ております。どんな格好するんだろうって。旧名古屋たまに一応 見るんですけど、はい、あのツイキャスの方で、まあ明日、あ、まあ、収録上は月曜日なんで、はい、明日ちょっと名古屋のダンサーズさんの衣装を楽しみにしたいと思います。そうですね。どんな感じになってるのか、まあ、今までで言えばアメリカンポリスとかいろいろやってましたけどね。あ、そうなんですか、はい、へえ、そうなんだ。でちなみに今日私はスティッチを選んだ理由は、はい、なんとなくですなんとなくなんですね。なんとなくっていうか、あの、はい、今日実はさっきちょっとオフトークでも話したんですけど、昨日、まあ、オンエア上では先週になるんですが、旦那の陸海空さんと、はい、この衣装のことで揉めまして。揉めたんですか。揉めたんですよ。私はシンプルに行きたい派、はいはい、で旦那の陸海空さんはあのお笑いを取りたい派どっちにするかっていうのでちょっと揉めました。なるほど。そうなんです。そっちの揉めたなんですね。そう、そっちの揉めたなんですよ、はい。その陸海空さん、サッチ衣装のに、値段のタグついてるよ、嘘つけい嘘つけい、取ってもらったわその反応が結構来てまして、はい、あのキャスを最初からではないね、ちょっと行くと、はい、キャンさんが先ほどあのツイキャスの方にちょっと姿を見せてくれたんですが、はい、それに関しましてナッティーナチコさんが声だけでなくキャンさんイケメンと来ております。ありがとうございます。まあキャンさんはもともとイケメンなんで、いや
そんなことないですよ。学生時代の同級生誰もそんな扱いしてくれないです。いや、そんなことはないと思うよ。いや、本当に30超えてやっとモテ期が来たなと思ってます。あまあ、モテ期は、確か3回は来るって言われてますからね。3回は来るらしいですね。チェッカーズ無双さんも来てますね。あらら、かわいいと来てます。かわいいか、まあまあ、このスティッチがかわいいだけかもね。で、あと、あの、いつもかけてるメガネとちょっと今日はメガネを変えてみたんですよ。そうですね。合ってますね、やっぱりこの格好に。と思って私も、急いでお家を探して、はい、メガネあったけどな、どこ行ったかなって探して、やっとこのメガネも見つかったんで。はい、なんか丸メガネっていいですよね。いいですよね。で、なおかつこのメガネ、はい、まだかけたことがあんまりないので。そうですよね、結構レンズすごい綺麗で。そう、めっちゃ綺麗なんですよ、レンズが、はい、あの、いつもかけてるのはもう3年ぐらい使ってるので結構もう傷だらけで。そうですよね、傷ついちゃいますよね。そう、傷ついちゃってるので、もう陸海空さんの方には新しいの買ってって言ってるぐらいなんですよ。って考えたら僕も今使ってるメガネもう5、6年使ってますね。あれは6、7年使ってます。ほう、すごい。夜寝るときしかかけない。あれ、普段はコンタクト。普段コンタクトです。あ、なるほど。ブルーライトカットの黄色いメガネを持ってるんですけど、はいはいはい、寝る前に使うんで、もう真っ黄色なんです、ね、あ、こっち通い始めの時は使ってたんですけど、コンタクト買うお金もなかったので、うんうん、あ、なるほど。そしたら、あの、いまだにデコボコトラベリングの両得意に、あの時のキャンさん怖かったって言われて。怖かったんだ。あの、ガクトみたいな人が来た、怖いって思ったって言われました。あー、なるほど。で、あの、全然話違うんですけど、この衣装を、する前に、この、揉めたってさっき言ったじゃないですか。はい。揉める前に、一応、この話は一応陸海空さんにはもともとしてて、どうしようどうしようしてたよ私が。で、その前にあのお昼ご飯を食べに行こうってことで地元に一旦私が戻ったんですよ、沖縄市に、はい、沖縄市に戻って、で、蕎麦屋さんに行ったんですよ。はいはいはい。沖縄市の蕎麦屋さんどこかな、どこかな。あの、これあのオーナーさんに許可をもらったので、はい、全然あの店名とか言っていいって言ってくれたので、はいはいはい、全然言うんですけど、はい、あの三郷そば、あ、はい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 、三郷そば、僕の家の近くです、はい、あ、マジか。あのうちの弟のあの親御さんがやられてる。え、そうなんだ。弟の同級生の親御さんがやられてるんです。へえ。ぜひぜひ皆さんごひいきに。そう、行って、あの、はい、たまたまあの行ったことあるよっていう親戚いたんで、はい、電話しておすすめを聞いたら、あの三郷そばがいいよ、おすすめだよって言われて。油脂豆腐そばが有名ですよね。油脂豆腐そば、そうですね。で、油脂豆腐入ってて、あと軟骨ソーキも入ってて、あと三枚肉とかまぼこも入ってたんですよ、はい、結構ボリューミーで、うんうんうん、美味しかったですよ、めっちゃ。いや、美味しいと思いますよ。僕もあの、まあ、食べきれた時に何か行ってるんですけど、はいはいはい、やっぱ美味しかったですよ。うん、結構有名どころ多いんですね、あの辺に。あ、確かに。なざとそばも結構有名ですし、うんうんうん、あの中尾明さんがよくとぐろ巻いてきてたっていう噂があるんで。え、そうなの？俺だよ、中尾だよって言いながら来るんですね。って言いながら来るんだと思います。そう、だから最初はちょっとどうしようかなと思ったんですよ。あの最初ハイウェイドライブインに行こうか、はい、蕎麦食べに行こうか迷ってて、うん、で陸海空さんはどっちでもいいよって言うから、私が決めてって言うから、あ、じゃあそば食べたいと思ってそば食べに行って、その後に揉めました。どっちに、まあ、凝ったのをやるのか面白い方向に行くのか。そうそうそう、シンプルに行きたいなっていうので。そう、はい、シンプルにしました今年は。シンプルイズベスト。そう、
そうなんです、私。僕も一応今日の格好シンプルですかね。まあ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 、確かにシンプルですね。作業着ですから。作業着、作業着、確かに。つなぎ？つなぎじゃないですよ、これ実は。あ、そうなの？作業着をあの入れて、あ、入れてつなぎっぽく見せてます。ああ。チェッカーズ無双さんが、キャン君なんだろうな、あ、さっき見てもらったんですよ、あのキャスの方で。あ、じゃ あ, あのちょっとまた放送、この収録終わったら少しだけツイキャスまた、そうですね、ましょうね、はい、その方がいいかもしれない。なんかなんだろう、私のこのハロウィンのイメージってなんだろうな、なんかチャラチャラしてない方が逆にいいのかなっていうのも考えたんですよ。あまりチャラチャラしすぎてっていうのもなんか、うーん、なんか違うようなって感じだったんで、もう私の中では、まあ、着ぐるみっていうのをなぜか決めてて今回で、あと着ぐるみはいいけど何着ようかなみたいな、どんなのがあるんだろうなっていうのをちょっとある程度、まあスーパーなり中古のディスカウントショップなり行って、どれにしようどれにしようってやってる間に昨日が過ぎ昨日が過ぎ、決めれずに今日になって慌てて買いに行くっていう。いやでもそういうのありますよね。ありますね。僕も本当だったら半年ぐらい前にパターン考えてちょっとずつ揃えようと思ったのに1ヶ月前になって焦るっていう。ああ、の4日間とかあるんで。はいはいはい、ハロウィンウィーク。ありますね。同じの使い回し面白くないじゃないですか。確かに。だからちょっといろいろ考えてるんですけどね。うんうんうん。ただ今年はごめんなさい、新作は1個だけです。お、新作あるんですね。新作を一応用意してます。お、多分木曜日にやると思います。木曜日、はい、楽しみにしとこう。あとはね、絶賛言うと、まあ、ぶっちゃけますとスティッチにするかプーさんにするかで迷ったんですよ。ああ、プーさんも可愛いですもんね。そう、プーさんも可愛くて、私のあの携帯のケースもプーさんなので。ああ、いいですね。揃えてみようかと思ったんですけど、まあでもスティッチで良かったかもしれないですよ。そうですか。スティッチはあの要はハロウィンウィークしか使えないので。ああ、のこのディズニーって、はいはい、ハロウィンの期間のこの1ヶ月しかコスプレ許さないらしいんですよ。へ、そうなんだ。はい、だからあのハロウィンの時にしかできない格好ということで結構こういうものが増えるんだそうです。なるほど。ツイキャスの方でナルトラさん来てますね。今仕事終わりました、コスプレ来たーと来てますよナルトラさん、今年は何をするんですか。何するのかね。何をするんですか。チェッカーズムソーさんがスティッチ似合ってますって来てますね。いや、これに友達に最初 LINE で聞こうと思って、で仕事終わって近くのまあ、浦添なんですけど、浦添の方のちょっと中古屋さんに行った時に2つあって、最初はプーさんだけしかなかったんですよ。はい、あ、プーさんがある。でも私ちゃんと見てなかったんでしょうね、その時。はい、プーさんはあったの見たんで、よしプーさん買おうと思って、もう仕事終わってマッハで行って、でその後にちょっと見ようかと思って、落ち着こう落ち着こうと思って見たらスティッチあったんで、うん、迷った、どうしよう、うん、聞くのもめんどくさいしなと思って、直感で今回これにしたんですよ。いや、もうバッチリだと思います。だってなかなか着ぐるみってつけれないんだもんそうですよねでもこういうパジャマすごい懐かしいなって思うのは、僕あの結構子供の頃恐竜のパジャマとか大好きだったんで、あ、1着ぐらい欲しいなって思う気持ちもありつつ、はいはいはい、でもこの年になって買おうとするといい値段するんだろうなって思いながらいつも躊躇してますね。ああ、チェッカーズ無双さんが冬はパジャマにも使えますね、着ぐるみ。あ、そう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 、確かに。だから部屋着にいいですよね、とても。確かにね、言えてる言えてる。これ選んで正解だったかもしれない。残りはあと2分ぐらいです。あ、1分半です。1分半。はい。
では、来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは初恋です。あら、またというのも、はい、今回ちょっと Google 先生の方で日付のやつを見たら、はいはい、10月30日が初恋の日らしいので、それ由来とかも知りたいですね。まあいろいろ書かれてたんですけど、はい、まあ、これを今回ちょっとテーマにしたら面白いだろうなと。面白そうですね。いうことで、来週のテーマを初恋にしました。ということで、そろそろですか？そうですね、お時間となりました。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はさっちーとみきさんのキャンでしょう。じゃあねー。バイバーイ。好きだと、好きだよと言えず、初恋は初恋クロマニオン。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございます。今話したらネタバレにやっちゃうんで、そうそうそう、来週まで撮ってくださいね。私初恋は、うん、まあまあまあ、まあまあまあ。最初あれも迷ったんですよ。あの先週行ったピカチュウの被り物。ピカチュウもいいですよね。もうちょっと迷ったんですけど。ちょっとピカチュウだと被り物だけでうーんって思ったんで楽しみだな、みんなの初恋話。そう、初恋由来は来週話そうかな。 Google 先生で私見てたんで、ちょっとだけこっち寄った方がいいかな。 ありがとうございます。今日はあのノーマンジュ会のドラケンじゃなくグシケンできましたちゃんとタトゥーシールも貼ってます。すげえタトゥーシール。こうなんかここの顔に貼るなんかボディメイクみたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい。あれをダイソーで探してても全然なくて。そうですね、なかなか結構ネットとかで僕も買ってますね。うーん、ヘナタトゥーとかも最近流行ってますけど、あれ人に書いてもらわないといけないんで。あー、そっかそっか。それよりはシールの方がやっぱ楽ですね。こうやって、うんうん、おー、肌の方が。はいはいはい、なるほどね。でも貼るの結構難しいんですよ。でしょうね。濡らしながらやらないといけないんで。あー、そっかそっか。シール押し当てて、タオル、濡らしたタオルとかでこう濡らしてゆっくり剥がします。なるほど。若干爪も今日はあのスティッチのこの部分に似たようなのをやってきました。もう慌てたんですよ今日めっちゃ。ちなみにタトゥーシール 2,3 週間持つんですけど、へ、僕今頭に貼ってるじゃないですか。はいはいはい。なんか髪が押し上げるんで1日しか持たないです。あら髪の上から貼るタトゥー。髪の上から貼るともうすぐ剥がれますね。沖縄大好きさん、よし僕も早く完成させなきゃと来てますね楽しみにしてます。どうなることやら。清潔もあと1分ぐらいですね。ですね。去年か一昨年ぐらい茶壇に大量ピカチュウ発生した。あ、確かにそれは言えてる、うん、あの空飛ぶピカチュウプロジェクトで茶壇にピカチュウがいっぱいいましたいました。私見に行った。茶壇も一回も行ったことないですねなんかイベントあるのは知ってるんだけど、なかなか、なかなかタイミングも合わずに、合わずに、うん、行くことなく。いつも仕事なんだよな。まあしょうがないっちゃしょうがないんですよね。一回は何かで行ってみたいですけどね。ああ。まああとは学校であの先生方がお菓子を配るとか。ああ。トリックアトリートって言ったらお菓子あげるって言って、トリックアトリートリックアトリートちょうだいちょうだいしてから私も一回だけありますね、先生に。お菓子もそんなに好きじゃなかったんで。ああ、やらないから子供の頃なんちゅう子供なじゃあねー、バイバーイ。